風が気持ちいいですね。だな、空気がうまいと腹も減ってくるってもんだぜ。なんだ B 君、それなら今日の昼は私が腕によりをかけてだな。うげえ、いやおいら、そういえばついさっきリンゴ食べたばっかりだったぜ。そうか、だが遠慮はいらないぞ。 B 君が望むのならいつ何時でも腕を振るおうじゃないか。本当にいい天気。え？大変です！ あそこ人が落ちてきます！なんだと？ダメだ！風に流されてるぞ！大丈夫か、ルリア？うん、私は大丈夫。大変！あの人、大怪我してるんじゃ。助けに行かないと。待て、ルリア。この衝撃で落下したのでは、望みは薄い。私と彼女が見に行ってくる。ルリアはここで待っているんだ。ひどいな。おーい、生きているのなら。すまない、まさか空で船とぶつかるとは。うん、この船は一体どういった原理で動いているのだ？うん、やはり次第の気配を感じない。近くにはいないようだが。おいあんた、体大丈夫なのかよ。ああ、シルフが私の体をわずかに浮くようにしてくれたようだが、まったく主を置いてどこに行ってしまったのか。そこのお前、この辺りで精霊が好みそうな場所はあるか？どうやら私は意図せぬ世界に来てしまった上に、彼らとはぐれてしまったようなのだ。意図せぬ世界？何を言っているんだ。うわっ、なんだなんだ、見たことねえ魔物が上からわんさか来やがるぞ。何がどうなっているのやら。とにかく撃退するぞ。やれやれ、なんとか片付けたが。重ねてすまない、意図せず魔物を連れてきてしまったようだな。意図して魔物を連れてこられてはたまったものではない。では私がまとめて相手をしよう。危険だ、君は引っ込んでいてくれ。我が名はマクスウェル、精霊の主の力受けてみろ。そっか。